せつな。やっぱりせつなじゃない。こんな時間に何してるの？変なの。これが私の日課だから。こうして歩くとね、まるで世界中のすべてが私のものになったみたい。まるでお姫様になった気分。お姫様は使用人の存在なんて気にも留めないの。夜は安心できる。静かに、優しく私を包んでくれるから。いつまでも、こんな時間が続けばいいのに。そう、人が倒れてるのを見つけて、まさかと思って駆け寄ったら。思う方がどうかしてるわよ。別に、気にしてない。信じてたから。ううん、信じたかったのかも。覚えてる？あの時、あなたが最初に口にした言葉。違うわよ。り、ん、ね。そうね。今考えると、幻聴だったのかも。でもおかげで、私に恐怖はなかった。恐怖より先に、あなたに興味が湧いたの。そう。本当は使用人なんてどうでもよかったの。うん。ただそれだけ。だから、ね、せつな。嫌になったら、いつでも出て行っていいのよ。
ろそろ戻りましょうか。あなたと私が生きる時間は違うんだから。気になる？大げさすぎ。あれはね、本土から来た海洋調査隊の基地、いわゆる海上ステーションよ。島のみんなもそう思ったみたい。だから調査は何年も前に中止になったんだって。取り壊し中なのよ。きっと竜宮城でも探してたのよ。じゃない。何よ、危ないわね。何それ、寝ぼけてるの？
夢？まったく人騒がせね。映画の見すぎなんじゃない？それじゃ、私はこれから寝るから。何？文句でも？うるさくしたら、首だからね。